がやってまいります。神宮城は高松市民文化センター。今夜の相手はザ・ロード・ウォーリアーズ。来日以来白星の爆走を続けるアニマルとホーク。もう手のつけようがありません。それほど強い連中です。とにかく資格がありません。どうすれば勝てるか、どうすれば超荒技パワーサッポーを倒せるか。鶴田と天竜、胸を張っての入場であります。四国高松のリング上、日本マット界が誇ります TT4、 鶴竜が立ち上がりました。鶴竜が考え出した必勝作戦は果たして何でありましょうか。試合に参加しまして、日本テレビ並びに番組提供スポンサーより両選手レフリーに花束の贈呈でございます。ジャンボ鶴田天竜組対ザ・ロードウォーリアーズ戦、高松市民文化センターのリング上、日本テレビ並びに番組のスポンサーから豪華な今花束が贈られたところであります。さあこの後は注目のザ・ロードウォーリアーズの登場です。おなじみになりましたアイアンマンのテーマです。もうどうしようもない強さ、まさに自信の塊といった雰囲気。さあやってまいります100万ドルタッグレスラーアニマルホーク、そしてマネージャーのポール。連勝連勝連勝のアニマルとホーク、まさにとどまるところを知らない勢いでありますけれども、リング上のジャンボ鶴田天竜にストッパーになってほしいと思います。さあ来たぞ来たぞ、100万ドルレスラーの入場だ。どけ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 、リングにマッシュグラー来た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 、ザ・ロードウォーリアーズ登場。レフリーは元世界チャンピオンのパット・コーナー。豪華なリング上、ご覧ください、鉄の爪のコスチューム、本当に力強さだけではありません。いわゆるセンスのいいレスラーと言っていいでしょう。世界中の人気の的、ザ・ロードウォーリアーズ、アニマル、ホーク、そしてポール・エラリング。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー590パンド、ザ・ロードウォーリアーズ。両選手が紹介されました、アニマル&ホーク。赤コーナー260パンド天竜源一郎。決勝対戦、その作戦は何か。260パンドジャンボ鶴田。鶴田は勝てると言っています。鶴田は勝てると言っています。コーナー、さあ60分の一本勝負。レフリーは先ほどもご紹介いたしましたが、元世界チャンピオンのパットコーナー。あの1954年代ハットンに勝って世界チャンピオンに、1961年バディ・ロジャースに敗れるまでほぼ2年間 NWA 世界ヘビー級、この黄金の世界のベルトを守ったパットコーナーであります。懐かしい顔です、パットコーナー。さあ勝負が始まります。さあ馬場さん、今夜のリング上、なんとか鶴竜コンビにストッパーになってもらいたいですね。そうですね、ねえ、さあどういう風に仕掛けてまいりますか、ザ・ロードウォーリアーズ。さっと今日は静かな立ち上がりでありますが、まずアニマルが出てまいりました。さあ鶴竜は先陣を切って、天竜、さあさあロープが大きく揺れるが、左のラリアット、しかし左のラリアットをどうやら自分の体力で潰しました。そしてドロップキック、アニマルウォーリアードロップキック、190センチ130キロ、今度はフォークにタッチ、フォークにタッチであります。ロードウォーリアーズのチームリーダーはこのフォークです。さあなんだ、ショルダータックルだ、ショルダータックル。フォークウォーリアーズ190センチ130キロ、持ち上げたぞ、すごいぞ。ザ・ロードウォーリアーズリフト、そしてダウン、リストドロップの展開。どうですか、ここまでの展開。もう本当に声も出ないですね。声も出ませんね。天竜も冷静に今のところ受け止めてはいますが、さあ鶴竜のコーナー、鶴竜のコーナーは赤いリングだ、ここに連れてきた。さあジャンボ鶴田がどういう頭の良さを発揮するか、今夜の対決であります。おっと、しかし左から立ち上げるようなラリアットを見せました、フォークラリアット。一瞬ダウンでありますが、もう一回ロープに飛ばされた。ショルダーアタック、すごい勢いのショルダー、すごい勢いでぶちかましい。そして今度はアニマルにつなぎますが、あダブルの攻撃だ、ダブルの攻撃だ。これを食ってはたまりません。何しろ馬場さん、鶴田と天竜は考え抜いた結果、いわゆる 3P 作戦というんですか、1対2で戦うべきだという結論に達したようですが、まあ、それはそうやる方が一番いいんですけどもね、はい、でも彼らはやっぱりコンビネーションいいですからね、助けに来ますし、はい、そうはさせませんかね、ずっとしてませんよ、もう彼らはね。ああ、そうですか。このタッチの巧妙さ、非常に
クリーンにタッチを見せます。そして速いタッチプレー、アニマルからフォークへつながれてまいりました、まあ、過去の対決で馬場さん、しかしザ・ロード・ウォーリアーズに、まあ、まかりなりにも勝ったのはこの鶴竜なんですよね。そうです、それだけに、まあ、ロード・ウォーリアーズ強いと言っても絶対に負けないと言っておりますが、勝負に勝つのは、リングアウト勝ち、反則勝ち、どんなことでも勝ちだけれども、今日はワン・ツー・スリーを取りたい、こういうふうに鶴竜言ってます。果たしてワン・ツー・スリーが取れるのか。さあ両者正面を向き合いました。鶴田応戦、鶴田応戦、バックを取った、バックを取った、バックを取った、やった鶴田、やった、決めた、決めた。この後です、この後の攻撃です。一発はダメですね、馬場さん。もうこれを食らってね、まだ起き上がるんですからね、すごいパワー、底知れぬスタミナ、立ち上がりました。鶴田に逆襲、フォークが攻めています。今度はバックを取りました、スリーパーホールド。このサイケデリックなペイントもおなじみになりました。そしてまた今回は鉄の爪のこのウェア、これまたもう日本のファンの度肝を抜きました。鶴田が攻めるぞ、ラリアットいった、倒した、倒した、鶴田が倒した、鶴田がフォークを倒したぞ、いいペースだ、鶴竜いいペースだ、このままのペースを守ってほしいと思います。さあダブルの攻撃いった、これです、相手を孤立させる作戦、相手を一人にしておいてダブルの攻撃、ああ、天竜113キロ軽く持ち上げた、鶴田も外に回りますが、天竜がドロップキックでフォークを攻め込んだ。さあここで一発、いわゆるパワーボムで相手を粉砕してほしいんだが、どうだ、相手の腰を狙っています、相手の腰を狙っています。しかし鶴竜は馬場さん、今日は非常にいいんじゃないですか。そうです ね、 ねえ、はい、考えてますよね。さあ次から次へ、いわゆる破壊力のある攻撃を展開する今夜の鶴竜、密着プレーに出ました。彼らは、ね、あの本当に素晴らしい体で上半身してるんですけども、はいはい、下半身がどのぐらい強いかね、やっぱり下半身を攻めた方が有効じゃないかと思うんですがね。なるほど、放送席ジャイアント馬場さんからのご指摘、今コブラツイストで下半身を攻めている、これは的を得た攻撃でありますが、アニマルがいつの間にか入ってまいりました。さあすごいパワースラム、そして片指、うわすごいすごい、うわ今度はスリーパー、いやー恐ろしいパワースラム、このパワースラムが今回の来日、馬場さんよく見られますね。まあ、前からやってましたけどもね、さらに角度というかこのひねりが加わってきたんじゃないですか。もう非常にこのアニマルの方も体重が増えてますしね、はい、何かアニマルの方はだから何をやっても、ね、一発や二発で効かないんですよ、ですからそういう意味で、ね、足を攻めていった方が、はい、なんかいいような気がするんですよね。馬場さんの指摘通りの展開になるのかどうか、鶴田が頑張って潜り込んだ、まさに足下半身への攻撃だ、ステップオーバー、トーホールドに取りました。ジャンボ鶴田がペースを握っています。レフリーは元世界チャンピオンのパットーコーナー、非常に小気味のいいレフリングを展開しています。パットーコーナーであります。さあいずれにしても今日の勝負はレッドコーナーでの勝負が非常に多いということは、鶴田天竜が確実に攻め勝っています。いいペースを取りました。おっと太いももを狙います。ジャンボ鶴田が思い切って2位ドロップを落としてまいりました。馬場さんご指摘通り、おっとわざとわざとブルーのコーナーに連れていくが、おお、リングの中央で足4の字に取るのか。この攻めはびっくりしたぞ。勝負はいつの間にか5分が経過してまいりました。足4の字、馬場さんどうですか。いいと思います、はい、ですからね、足を攻めるとやっぱり動きが止まりますからね、しかし彼らの動きを止めなきゃいけないですね、はい、フォークが飛んでくるんです。今度は天竜にタッチ、天竜にタッチ、足を狙い、足を狙いというジャンボ鶴田の声がお耳に達しているかと思いますが、また連れてきた。なんとかレッドコーナーでの勝負が欲しい。今度はブルー陣内だ。ここはフォークが手を伸ばせば届くところであります。ここは危険地帯、ここは危険地帯。しかし天竜も相手のコーナーに自ら飛び込んでの勝負、本当にいい気概を見せている今夜の鶴竜。やはりアニマル&フォークを潰すのは鶴竜以外にないのか。いいペースを取っています。馬場さん、それにしましてもこのアニマルとフォークですけれども、あの AWA の帝王バンガニアがこのザ・ロード・ウォーリアーズがデビューした時に2年経ったらもっと強くなると言ってましたけれども、その通りになりましたね。そうですね、今もう彼らにね、はい、シュタン・ハンセン、テッド・デビアス、この2チーム、にもう代表されるんじゃないですかね、世界のタッグというか ね、 あと今度の日本の鶴竜、長州、やつ、まさに帝王バンガニアの予言通りになりました。今年1961年最も強いレスラー、このザ・ロード・ウォーリアーズ、そしてこの最も強い世界タッグ五輪のチャンピオンチームに勝ったら、これこそジャンボ鶴田天竜が世界で一番強いタッグチームと言っていいでしょう。馬場さん、そうですね、勝てばですね、勝てばですね、なんとか勝ってほしいですね。
さあ今日はいいペースを掴んでいるぞ。今勝負しているのはフォークの方だ。ロープが揺れる。3段のロープだ。いいキックを見せた。鶴田につないだ。鶴田出てきた。なんだなんだ。ジャンピング2パットを当てろ。ジャンピング2を当てろ。いったいったいった。ジャンピング2パット命中。フォークを倒した。アニマル後ろからブリッジ作戦、それから天竜の後頭部狙い、それから不意打ちの波状攻撃、こういったところが白龍の攻撃でありますが、落ち着いている、落ち着いている。さあ脳天不意打ち、珍しくフォークの動きが止まったところです。ここはチャンスであります。さあ正面から天竜が攻め込んでいく。いいコンビネーションプレーを見せる。ダブルの攻撃、ダブル、いった、ダブル攻撃、ダブル円錐だ。後頭部は天竜が攻める。正面顎の先端には鶴田の右足のキックが当たっている。これで円陣、円陣狙い撃ち。相手は1人、相手は1人。レッドコーナー、カバー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 。アニマルが間に合うんです。ここで今鶴田が馬場さん出て欲しかったですね。カバーカバーに、ね、いや、フォローに欲しかったですね、はい、いい作戦だったですがね。さあしかし、まあ、今ねアニマルがね、はい、セーブしなかったら危なかったんですよね、あ、そうですね。おっと、まずはショルダータックル、軽く右の肩に乗せて、アニマルの今度はバイオレンスラリアットを待つのか。またまた天竜が捉えられてしまいました。パットコーナーが鶴田に注文をつける。天竜背中が痛い、背中が破裂するぞ。背中が痛い。ガンガン打つ、ガンガン打つ。天竜とうとう我慢できず腰を落としてしまいました。こうなると危険だ、こうなると危険だ。どんな破壊力のある技が飛んでくるか。ザ・ロードボーリアル、見た、アニマルが蹴り上げる。何しろ強靭、カバーのあるこの肉体がもう全身で飛んでいる。あ、天竜、天竜ちょっと苦しいぞ。天竜がレッドコーナーに戻れません。なんという攻撃だ。これは背中をもう完全に打たれている。うわーっと、いやいや、もうレフリーの資格をついての巧妙な攻撃ですね、馬場さん。そうですね、かえってジャンボが出ていかない方がいいですね。あ、そうですね。さあ、まだ天竜の背中だね。天竜の背中だね。おっと注文をつけますが、パトコーナー背中見えません。天竜の背中が壊れる、天竜の背中が壊れる。その後のダメージは相当、馬場さん、大きくなっていくでしょう。そうです、ね、本当に力がありますからね。力がありますからね。合わせて260キロの洗礼を受けてしまいました。天竜、あ、表情にもちょっと疲れが見えます。また260キロの洗礼だ。260キロの洗礼を受ける。もう背中を打たれっぱなし。鶴田が起こしている。パトコーナー後ろに目がない。さあ今度はフォークが後ろで一気に肩をつけようというのか。天竜をロープに飛ばすぞ。ダリアット失敗。右のクローバーハンマー飛んでいきました。このまま抑え込んだ、抑え込んだ。危ない。 足が伸びたが、カウント2、カウント3、カウント3ですか、パパさん。そうですね。受け踏み足よ、受け踏み足よ。フォーク取られてしまいました。フォークではない、天竜現象。最後はフォークの右のバイオレンスラリアットが致命的になってまいりました。9分40秒、最後力尽きました。鶴竜コンビ、天竜があの260キロの洗礼を受けまして背中をめった打ちされたのが、ここが勝負の分かれ目でしたね、馬場さん。まあそうですけどもね、天竜がね、抑えに行った時にね、はい、アニマルが入ってきましたね、はい、それをあの入ってくる入れちゃったのがね、やっぱりまずかったですね。あ、そうだ、これもしかしたらゴールできたかもしれないところだったんですがね、うんうんうん、しかし鶴田天竜も本当にあと一歩タイミングが合えば勝ててましたよね。そんなシーンがありましたね、まあ、はい、ありましたね、1回だけ、はい、そうでしたね。そのたった1回のチャンスを失ったような感じがいたします。鶴竜の意地と誇りがほとばした今夜の高松の対決でありますけれども、すさまじいパワーがそれを粉砕いたしました。9分40秒、天竜が耐え固めを取られまして敗れました。ザ・ロードウォーリアーズの白星街道まだまだ続いています。ジャンボ鶴田、それから天竜チーム、惜しくも敗れました、高松大会の勝負でしたけれども、これで馬場さん、ザ・ロードウォーリアーズはいよいよ最後の決戦に本武道館、長州力、安との対決、ベルトがかかりますがね。そうですね、まあ、やっぱり彼らも長州たちも危ないんじゃないですかね。でも足を攻めていく、はい、彼らもあのバックドロップとかね、そういう大技がありますんでね、はい、休まずに攻めていくことですよね、はい、馬場さんの頭の中にはザ・ロードウォーリアーズ粉砕作戦というのはちょっと参考までに教えてほしいんですけども、どうしたら勝てるんですか。さあどうしたら勝てるか、僕にもそのアイデアがないんですからね、うん、そうですか。やっぱりね、足を攻め、足を攻め、確かに足を攻めても逃げられますけども、はいはい、やっぱり、
凝り性もなく足だけを攻めるという方がいいんじゃないかと思うしね。そうですか。果たしてザ・ロードウォーリアーズを打ち破る選手は日本の選手の中ではどの選手でありましょうか。この辺注目に値すると思います。今夜の高松会大会放送席はジャイアント馬場さんでお伝えをいたしました。馬場さん、長い間どうもありがとうございました。全国のプロレスさんの皆様、この辺で高松からお別れします。さようなら。